で、私がやってます歴史研究というのは、まあ、いろいろあるんですが、今主にやってます、さっき言いました西田喜太郎などの京都学派、それからドイツを中心とする19世紀から20世紀の数学思想史、どちらもですね、未解読の手書き地位資料を分析をすると、ここが、まあ、僕の他の研究者に対しての強みと。でそれから研究全体としては、例えば京都学派はこれは哲学の学派ですが、哲学史というよりは文化史的傾向が強い、こういう研究をやっている人間です。で、まあ、そういう背景をもとに今申し上げましたようなお話をさせていただきたいと思います。でそのキーとなりますのが、無意識的記録という、実は先ほど申しました、マルセル・プルスト、まあ、これはモダニズムの文学者の、まあ、代表の一人と言われている、まあ、これは大変なタイプの、まあ、長編小説、小説なのかどうかもちょっとわからないような不思議な、テキストですが、それを失われた時を求めてというものがあるわけです。でこの失われた時を求めての最重要テーマといっていいものが、おそらく、マドレーヌの記録とも、マドレーヌとはフランスのお菓子ですね、とも呼ばれている無意識的記憶と呼ばれているものです。でこれ最近面白いことに 脳科学の方からも、非常に注目されてまして、我々記録というとですね、何か頑張って英単語を覚えると、年表を覚えると、そういうものだと思いがちなんですが、記憶にはもっと別なのがあるよ。でそれがプルストの失われた時を求めてという長編小説の、ちょっとこれうるさいな、しょうがない、いつもこれやってる時に、ああやってくれてるってなんか嬉しいんですけど、こういう時に出てくると嫌ですね。でまあ今読文の学生さんと、日本哲学史と、それから宗教学の研究室の院生さんとか OD の方とかをちょっと雇って、かなり大きなプロジェクトでやっていて、今朝もちょっとそれ3時間ほどミーティングやってたんですが、まあ画伝院生ですが、やっぱりうちの学の研究科の学生院生は優秀だなと思って、まあ、ミーティングしていましたが、まあそれいいとしまして、紅茶とマドレーヌ。マドレーヌというのは、ちょっと貝を長くしたような形の、焼き菓子というのは皆さんご存知だと思います。で、プルーストは、まあこれは正確に言いますと、失った時を求めての主人公は、子供の頃、そのマドレーヌを紅茶に浸して食べさせてもらうという経験を持っていた。とかこれを完全に忘れていたある日、もう成人をして、確かカフェかどうかだと思いますが、自分がマドレーヌを紅茶につけて食べた、その時の香りとか感触とかそういうもので、一瞬のうちに忘れていた記憶が全部バーッと蘇ってくる。これが、つまり記憶しようと努力していないのにあった記憶、このイタリックの文ですね。そしてまもなく私は鬱陶しかった一日と明日、一日と明日も陰気な日であろうという見通しとに打ち引かれて、機械的に一さじの紅茶、私がマドレーヌ一切れを柔らかく溶かしておいた紅茶を口ぶりに持っていった。しかしお菓子のかけらの混じった一口の紅茶が口蓋に触れた瞬間に私を身震いした。私の中に起こっている異常なことに気がついて注力、全コンプレ、これも土地の名前ですけど、その均衡、携帯を備えた堅牢性を持つ、まあ、堅牢性という言葉も面白いですね。そうした全てが町も庭とともに私の一杯の紅茶から出てきたのである。紅茶とマドレーヌというものを契機として記憶しようという努力していなかったものが、一瞬のうちに脳のどこかに保存されていたものが溶け出すように溢れ出てきた。このようなものが無意識的記録です。で、先ほど中崎さんが手をご挙手をしていただいてました。多くの方ライブラリアンだと思います。ライブラリアンの方はこういうものを記録しないといけない、こういうものを展示しないといけない、そういう例えばダブリンコアのようなそういう定型的なストラクチャードデータというものが常に頭の中にあるんではないか。ですから、棚にですね、これは英米文学、フランス文学、近代、プルーストなどというふうな棚が、分類の棚が、トゥリー状の棚があって、そこに分類されていくわけですね。こういうのは意識的記録です。で、ところがそれに反して無意識的記憶っていうのがあるわけですね。
これは、慶応大学の堀先生、国枝先生という方の比較文学 D という、ちょうどいいので持ってきたんですが、の資料で、意識的記憶とその言語化、理知の力によるもの、過去のことを覚えていて、きちんと認識して覚えようと思って認識して、例えば原因、結果など論理的な関係付けをしながら語ることができる、そのような、記憶で、これに対してマドレーヌの記憶、無意識的記憶はすでに忘却されているものが体感を通じて私たちの、元まで喜びとして戻ってくる特権的瞬間、しかしその真実を私たちの精神がつかみうるとは限らない、形が亡羊としていて、ただし、ものすごい勢いで戻ってくる、そのようなもので、こういう、これは最初に、初めてこういう対比、つまり無意識的記憶と意識的記憶というものを読みましたときに、あ、これ面白いな。僕ら歴史家が特に一次資料をやってる人間、同じようなことをやってるな。同じようなことを考えてるな。ここ記憶ですね。メモリー。僕らは記録というものを見るんですね。で、意識的記録と無意識的記録っていうものあるじゃないか。と考えまして、それからこういう言葉を意識的に、これは無意識じゃないですよ。意識的に使うようになっています。じゃあ、意識的記録と無意識的記録、ちょうどさっきの慶応大学の説明のように、説明しますと、意識的記録、未来に何かを伝えることを目的に意識して行う記録。ね。これ、ミュージアム、ライブラリー、アーカイブでいろんなものを持ってきて、整頓して未来に伝えるという努力もこの一つでしょう。で、それにはメタデータとして、これは誰々の作家の何年から何年の作品ですよっていうものが貼り付いていく。で、多くの人たちが記録と聞いてイメージするものはこれでしょう。ここに記録の言葉の定義が1番、後々まで伝える必要のある事柄を書き記すこと、その書き記したもの、意思が働いて次にこのようにこのことを伝えたいという意識がある、その場において行われる記録で、ところがですね、我々一次資料の研究者、特に、昔ヘーゲルという哲学者がおりました。そのちょっと若い、歴史家に、まあ、我々近代歴史をやっているものの、まあ、神様のようなランケという歴史家がいます。で、まあ、そのランケの時代からまあ、いろんなこういう、どうなんですか、歴史っていうものが出てきたんです。あ、まあ、ちょっとランケの話やめておきます。ちょっと話が長くなる。ちょっとそこはちょっとごめんなさい。時間のあるのでやめておきますが、まあ、無意識的記録の方に移りましょう。これは無意識的記録っていうのは未来に何かを伝えることを意識しないで行われた、あるいは作られた。しかし、実質的に未来に何かを伝えてしまう可能性を持つ何かということです。ちょっとわかりにくいですが、後で例を出します。これは何かを誰かに伝えるために意図的に記録されたが、しかしそれがその意図とは別の何かを意図しない別な誰かに伝える場合、これも無意識的記録と言えると思います。で、なんか難しそうですが、例を出せばいくらでも、ああ、知ってる。本への書き込み。本に書き込むというのは、これ自分の考えを整頓するためとか、まあ、あとでちょっと覚えておくために書き込む。わけですね。自分に向けての書き込み。ただし、その書き込みが、それを書き込んだ人が偉大な思想家、偉大な人物であれば、その人の考えを後の者が理解するときに非常に大きな手がかりになります。それから、原稿の削除線、ここを消した。それから、書き換えた。そこで考えが変わったということがわかります。これは非常に重要です。だから、いろんな偉大な人物の、全集に、こう消して、どのバージョンでこう書き直したということが記録されていくわけですね。で、だけども、まあ、まあ、意図的に、お、ここで削除線引いとくとかっこいいわ、後の人を読んでくれないかなと思って引く人がいるかもしれませんが、まあ、そういう人のテキストはそのうち誰も見ない。そういうことを無意識にやっているような人がやはり偉大な学者なんだと思います。まあ、とにかくそういうもの。例えばこれは、僕もやっています西田喜太郎の全集などでは、どこを消してどのように書き直したかっていうのは全部入っています。で、実際それが非常に重要な、ことがあるんですね。それからメモ、ノート。これは例えば、
僕がやっています西田喜多郎の後を継いだ京都学科ナンバー2と呼ばれている哲学者田辺はじめの昭和9年の講義ノートなどがあります。これはですね、まあ、とんでもないもので、僕はそれまでは19世紀の、ドイツ語の、日記ターゲブを読んでいたんですが、これは読めた。ドイツ語読める。今と随分単語も違います。特に書いた人が東プロイセン、今のロシア領のカリニクスグラード、昔のケニスベルクの出身で、綴りが随分違うんですが、ドイツ語のK、英語のKのところ、ツェ、英語のCに書くことが多かったりするんですけれども、まあ、大したこと。その当時の辞書を持ってくれば簡単に読める。で、驚いたのがですね、昭和9年の我々の先輩にあたる田辺はじめ先生の、メモですね、全然読めないですね。わしは日本人じゃなかったのか。でようやく分かったんですが、あまりにも字が汚い、その当時の、世界最大の日記と呼ばれている倉富雄三郎日記というものを解読されている私の先ほど出ました永井和先生にも見せたら、こんなもんよく読みますねって言われたんですね。もう崩し字がぐちゃぐちゃですと。で調べてみますと、お弟子さんたちもそれを全集に入れるつもりだったって、全集の広告見ますとね、そういうのが全部入ると書いてあるんです。で最後の月報を見ますと、できませんでしたが群馬大に行くと読めますよって、まあ、逃げ工場が打ってある。まあ、要するにお弟子さんたちも読めなかった。である人が、お弟子さんの一人が、田辺先生の崩し字は独特なので読めないってはっきり書いてる。でじゃあそれでもなんとか読む、これがですね、うちの研究家、兄弟文学研究家、特に現代史、まあ、僕は現代史の隣にいる人間ですが、の伝統でして、読めないものを読むという永井先生の言い方で、これが我々の誇りなんで、これは何とかして読もうというので、実は50年間いろんな人が読もうとしたんですけど読めなかったんですが、後で見せますスマート GS というシステムを使って、永井先生が開発された一人ではなくて数人で寄ってたかって翻刻する読むという技法を使いますと、驚くことに読めた、ただし5年ぐらいでまだ20ページぐらいしか読めない、まあ、それぐらい難しい。で読めてない、意味が未だに分からないとかいくつもある。でもその間に今まで全然なかった情報がボンボン出てきて、やっぱり田辺の種の論理はファシズムの論理だったんだっていうのが明瞭に彼が書いてるところが、ただしこのファシズムはもちろん、ヒトラーがまだドイツの希望の星だった時のファシズムですね、現在の目から見てはいけないですが、まあとにかくそういうもの、こういうものは当然そんな汚い字をですね、後世の林などに見せる気は田辺先生は全くないんですね。だけども残っている、偉大な人だから、でそれを寄ってたかってみんなで読んでいると、これなどはもう、無意識的記録の最たるものですね。でおそらくまあ、種の論理はファシズムの論理というなどのフレーズは、まあ、田辺としてはもしかしたら消したかったかもしれない。だけども我々は読んじゃう、彼の意図と関係なく我々が読む。これが無意識的記録というものです。彼が書いてる、それは記録してるんです。だけども記録の先、宛先が全然違う。意図が全く違うというものですね。で、まあ同じようなもので、後の人に見せるつもりがない日記や手紙、こういうものです。からこれが典型、一番わかりやすいですね。考古です。あるいは古生物学です。土器、化石。ね。別に恐竜はですね、自分の骨の化石を残して私がここにいたんだっつって恐竜学者にですね、メッセージを送ってんじゃなくて単に残っちゃったんです。ね。これが、でも記録でしょ？無意識的記録。まあこういうもの。